じゃあ、そうそうそう、肩を上げる。そうそうそう、肩を置く。そうそうそう、ほっぺたに自分のほっぺたをつける感じ。そうそうそう、で、足と一緒。そうそうそう、ただちょっと伸びてください。グッと伸ばして。そうそうそう。ああ、いいですね。伸ばしてから戻す。ああ、いいです。はい。ああ、グッ。で、で、また打つみたいな。で、こっち流れるとまた、右手が振るから。はい、ジャブ打って、そう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 。はい。パーン。そう、足の感覚を思い出してもらいたいんで、2回。1、って感じだと、足で振ってはい。1、さあもう1回もう1回。はい。1、もう1回。はい。1、2ってやると、顔が右に近い方が来ると、右手が出るので、なるべくまっすぐ。はい。足が重なってるじゃないですか。足を、そうそう、こういう感じかな。こういう感じ。はい。ああ、そうそうそう。それだと、僕をしなくなります。なんで、1、ってやったらいないし、避けやすいです。はい。重ならないようにって。はい。そうです。1、そう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 。どうせ肩をこう、僕に向ける感じ。こっちの肩を。はい。そう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 。向けといて、1、ああ、そう、突き破るイメージです。近い、そう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 。要は近いとこ、遠いとこを後ろに出してくるって感じだと、3段階できるじゃないですか。近い、真ん中、遠いって感じです。で、今、真ん中、ってか遠いところを前足で蹴っちゃったんで、後ろに出して蹴らないと。あ、これじゃないから。手前、中間、そう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 。そうすると、緩急がつくじゃないですか。最初、手前、足、後ろって感じです。はい。あとは、そのバタつかずに。ここでしっかりどっしり構えて、手だけ、足で止める、手だけで飛びます。飛びます。はい、で、足、2番目、3番目です。はい、で、で、やってやると、なんとなく感覚が、はい、あ、足の感覚で掴んでもらいたいんで、最初、前、手、前足、後足くらいです。そう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 。最初、だから手だけで焦らずに、最初、構えていただいて、ちょっとすっぽくちゃんやりましょうか。こう構えていいですか。前て、前足、後ろ足。はい。前て、そう、足止めといて、前て、前足、後ろ足。そうすると、緩急が自分でつきます。手だけ、前足、後ろ足。そうで、今、後ろ足なのに、前足がこう、バタついたんで、ゆっくり、一、はい、そうです。最初、どっしり構える。はい。で、前て、前足、後ろ足。そう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 。そういう感じで、じっくりです、じっくり。前の手、前足、後足って感じです。それが手が伸びてないから、グッと入れる。前で、前足、後足。そう、前の前足って言ったら、はい。なので、前の手、前足、後ろの足。そう。この、どうしても前足でいっちゃってるんで。そう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 。1、2、3。そう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 。ダブルピーバー。前の手、前足、後ろ。ナイス。そうそうそう。この後ろにぴょんって。1、2、